では見ていきましょう。今回注目しているカードは木のニコスとアール純育、まあ、いわゆる利根川ですね。武力上昇値 2.5 コスト以上の舞台にかけた時に武力上昇値がプラス7になりました。地記録の号令として破格の性能を得ることができましたね。また1コストに対して速度上昇がつきます。そのためこのお相手のように1コストに牙を入れることで1コストの機動力を上げて塗りを進める、他の舞台で戦うみたいなことができるようになりましたね。ただこの手のデッキのまあ常としてどうしてもやっぱり端っこを2.5 コスト何を入れるかによっちゃうんですが、騎馬単にしない場合だと結構端っこが貧弱になっちゃうかなと思うので、こういうタイプのデッキとマッチした時はなるべくこういう形で端を取るようにしています。で副形は踏まないまま内乱取れたら理想なので、なるべくこの右端以外は使わない方向で行って内乱一発、リードは 15% ほど。でここは芝中で踏んじゃうともったいないので、塗りを進める意味でも孤列でプレッシャーかけながら、で今のところ使っていない真ん中あたりにいるんじゃないかと読んで芝遊を突っ込ませますが、いなかったのでここはもう芝遊返して、でこれは端っこの対処を強要できるようにしましょう。ちょっとここ甘い凸になっちゃいましたね。これは速度速速、まああるから許されてるとはいえ、あまりこういうプレイングは今後気をつけたいところですね。そして総将が撤退したところで復帰踏んでも帰ってこれるような状態のところで幼鳥を発動。この計略はまあゲージ上昇量が 10% ほど上がって 40% 上昇から 50% ぐらい上昇になったんですが、この計略基本的に1回しか打たないので、まあこのデッキの場合覚醒デッキってわけでもないですし、ほぼまあ何も変わってない感じですね。でここの場面なんですが、しっかり浅刺しして槍を向けていれば突撃食らわずに済んだ場面だったので要反省点ですね。これで兵力が削れてしまったことによって、まあ、次が相手のターンになっちゃいますね。ただこちらは幼鳥がの特技であった防作が残っているのでまだなんとかという形で、ここはちょっとでも各隈の進軍を遅らせようという感じですが、ここで相手は利根川中間管理の号令。そういえばひなで思い出したんですけど、ゆるギャル JK 綾瀬ひなたが本邦に落ちるまでという作品す、まあ、DL サイト等で出ている音声作品なんですけど、これ本当僕がすごい好きで、ですね、まあ、ちょっと編集で画像か何か貼っておきますか。まあ、何が言いたいかっていうと、まあ、スコレというそういう話なんですけど、で相手はドラグスレイブ、チョイスは青で、ここなんですが、できることなら効果時間ちょっと削らせて、でこちらは突撃食らわないの状態なので途中で新鋭の目覚め、これはもうちょっと増援来そうなんで各隈から行くよりもなるべく他の部隊から行きたいという感じですね。これはもう工場術なんで仕方なし、ただ工場高校校なんですごい割れ方しますね。一発でこれか、三発目はない、まあ二発は逆に言えば二発までは耐えれるという感じ。増援でしたね。利根川から削りに行って正解でした。これは各は行ってたら危ないことになってましたね。でこちらも秦軍の大攻勢、四季豪走、これは豪走豪走のダブル豪走によって当中の衝撃ダメージがすごく高いことになるので、こんな感じで、で相手の号令が切れたタイミングなので幼鳥はその間に歩兵しておいて、まあ、このようにまあ、各隈といえど一瞬で溶かしてしまいますという感じですね。
で、相手の隠しも、速度速速の孤列のおかげで撤退に追い込めて、でここなんですが、まあ、一応総称はちょっとずらしますかっていう感じで、まあ、もちろん幼鳥とかみんなで殴れるような動きをしつつ、ちょっとでもまあ総称を遅らせるのに、孤列ではなく他の3部隊で総称を挟み込んで撤退で、その間に城を殴って城を殴って、この内乱も入りそうで、容姿は一番内乱を入った際に大きい形で取れるように中央を塗り進めて、で相手の部隊が帰ってくる頃なので、ここで幼鳥が歩兵、当衆が撤退してしまうが、ここから先はもう内乱でも何でもあと一発入れば落城というところなので、相手としたらここ強引に、少々強引にでも内乱を止めに行かないとという形で、こちらは覚醒ゲージが3になっていて幼鳥も生きているので、それを生かして塗って塗って、で舞台を幼鳥でブロックしてパリンというところで試合終了。まあこんな感じで、まあ幼鳥あら、これもデッキだから対処できるっていう感じですね。基本的にすごい利根川今強いなと思ってます。それでは2試合目見ていきましょう。2試合目相手は変わって、槍に槍日本騎馬市の形で、加工派の号令が入っている形ですね。でここよりによってこういうデッキ相手に一番引きたくない地形が来てしまった。そして相手の加工派は縄文特攻なので、もうどの道お相手のデッキ的に中央しか使わなさそうなので、まあ基本この地形はデメリットでしかないなという感じ、非常に地形が辛いので、もうこの試合は少々焼け気味と言っちゃあれなんですが、開幕からガンガンギャンブルを仕掛けていく、そんな感じの試合になりそうですね。でここはもう周走撤退してしまうと序盤すごく厳しそうなので、他の部隊切ってでも周走を守りに行く形で、防作守ってなるべくなら内乱は止めたい。で、ここですが、省庁が撤退で、課金が撤退で、四季さん溜まって周走が出てきたところで気合いっす。でこの計略を発動して周走を上げて内乱を止めていくで、周走で、まあ、ここら辺ちょっと立ち回って逆にこちらの部隊が帰ってくるタイミングで内乱を取り返せる形にしてきればという形、相手の加工園加工派は兵力が減っているので、その間にどれだけ塗りを進めれるかなという感じでしょうか。でここは弓で加工派に集中攻撃を出してしに行って、で突撃して、まず加工派を撃破。相手は回復する号令なんで、なるべく1部隊を集中して削りに行きたいという、そんな感じですね。でここでまず内乱一発、でここはもうライドを切り気味に2発目の内乱を取りに行ければという感じで、ここ加工園に突撃が入りそうだったので、それも兼ねてギブの感激を打っていって、これでまあ2発目の内乱を取りに行く形ですね。で省庁で張っついて、ジュミクに突撃を入れて省庁の工場一発入りましたね。この省庁の工場ゼリフ僕はすごい好きですね。なんかこういうキャッチーなセリフを思いつくのっていいなって思ってます。内乱は2発目入ってで、ここで、まあ、長子で、加工園の相手をしに行くで、周走で順位区の相手をしに行くの形に持ち込めれれば理想で、それをさせまいと突出してきた加工派に対して次は加工派を集中攻撃で、ここで相手は加工派覇気の強振
で、ここは、念の持って上げておいた火器で、4部隊全員火攻撃を火攻撃を打って式5と式7で交換する形に持ち込めれば理想的で、ここは周曹が撤退しないように他の部隊で守って電陽を壁にして長子が突撃で火攻撃を撃破。でここで火攻撃が切れてというところで、ちょっとここ内乱を欲張りに行って、内乱を欲張った結果電陽が撤退してしまう。で、長子は火口炎に対しては割と無茶が効くので、まあ、弓兵防御を生かして突き進めて兵力を削って、その間に塗りを進めていって、それで内乱は入りそうで、さらに内乱を取って、こちら防作は残っていますが、ただこここの試合すごい致命的なミスをしてしまっていて、まあ何が致命的なミスかというと、奥義の連環のチョイスですね。これは復活のさらに復活をつけた連環ではなく、相手は火攻派が縄文正気をつけていて、で地形ももう中央しか使えない地形なので、本来選ぶべき奥義は連環の方の、効果が、防作、縄文防作にさらに聖兵防作のついた連環を選ぶべきでしたね。これで中央を攻め、両端無視される流れになってしまって、その結果奥義の副効果の再起が全く生きてないという形になってしまう。一方で相手は効果時間の長い聖兵の方で、お相手の方は士気増援、ピンポイントで一番欲しい効果出ちゃいますね。これで、こちらは火器火攻撃、もうこれは相手が火攻派打ってくるのは分かってるんで、もうまず火器から、一番削りやすい課金から狙っていきますが、これ士気がついていたことによって覇気の強振も間に合ってしまう。でここで課金を返せない、そして火攻派の縄文特攻、これ縄文ついてる火攻派なんでこんだけ割れるんですよ、痛い。でここは周曹で時間を稼いで、で長子が計略が切れてしまっている、計略が切れてしまっているため撤退、これ長子返せなかったの痛い。でここはもう他に打てる計略が存在していないので、奮撃戦法で省庁の向上力をちょっとでも上げる。ただ相手は指揮さんと同時に攻守の計、これで工場が入ってしまって、さらに周曹も撤退で、ライドを省庁の工場で足りるか足りないか、足りていないという感じで、いや相手のデッキに応じて奥義変えるべきでしたという試合ですね。ここまで見ていただいてありがとうございました。それではまた次の動画も見ていただけると嬉しいです。